生命 J リーグ、中村俊輔が2試合ぶりに復帰し3連勝を狙うジュビロ。前半11分、中島のチェックを受けながらも中村がためを作り、走り込んだ河辺がダイレクトクロス、合わせたのは川端、剣ゴールで幸先よく先制点を挙げます。剣ゴール、前半26分、 FC 東京のカウンター、豊かに前を向かれ長井へ、これを折り返されますが、ここはマークを外さなかったムサイフが対応。いや、いい対応だと思いますよ。これはね、コース完全に消してましたよね。後半10分、この位置から中村の左足、これだ、まあ、うん、いいキックしてるね本当に。23分、宮崎のクロスに桜内が折り返すと、再び桜内から川端、こぼれたままアダ・ヒルトン。アダどうした、どうしたんだろう、こういうことあるんですね。慌てすると33分、この日も集中したディフェンスを見せるジュビロは華麗なパスワークからカウンター、カーベからの優しいスルーパスをアダ・ヒルトン、今度は決めました。まあ、しっかりねゴールキーパーの位置を見ながらニアサイド空いているところを正確に蹴り込む、アダ・ヒルトンもやっぱりうまさでしょうね。コンセギュー、quase segundo gol, acho que o segundo gol deu uma tranquilidade e para a nossa equipe, mas a equipe deles com uma boa equipe insistiu, a gente conseguiu controlar bem. Acho que é agora descansar, pensar no próximo jogo para poder fazer um bom jogo. 攻守が連動し快勝のジュビロ、5年ぶりの J1 3連勝です。劣勢の時間でゼロに抑えられたことが非常に目につながったと思いますし、強い相手に3連勝できたっていうのは本当に自信になりますけど、まあ、チームはもちろん僕個人としても自分の仕事だけに集中して、もっともっと上のチームがいるんで食らいつけるようにまた頑張っていきたいです。そしてこの日も貴重な先制ゴールを決めた川又選手、今月4日のガンバ戦後のインタビューでこんなことを言ってましたよね。よく言 こうケチャップのあれみたいに、ここからどん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 入るような気がするんですけど、いや別にケチャップじゃなくてもマヨネーズと同じよ。ということで、今日もゴールを決めてくれました、はい、川又健吾選手です、おめでとうございます。いやこれいらんやろ。おめでとうございます。ありがとうございます。サンキュー。公約通り、はい、ちゃんとマヨネーズのようにドバドバとゴールを量産してくれてるなと、この6月、はい、どうですか、まあ、たまたますヘディングで、はい、競り勝ったような感じのゴールでしたけど、まあもうゴールに誰もいなかったんで回ってたら入る感じだったんで、おニューのヘアというかこの吸い込み効果ですかね、これ俺アダイルのお揃いだよ、これ。あ、お揃いなんですか。そうだよ、アダ左で俺右。じゃあその効果も今日出たんですかね、2人のゴールで。いやまあそのたまたまなんですけど。3連勝ですけれども、まあそうですね、先制点が大きいところになってると思いますし、本当集中してゼロに抑えてくれたり、まあ本当少ない失点で終えてくれてるんで、まあ間違いなくディフェンスのおかげだなとは僕は思いますね。次は、はい、新潟との対戦です。そうですね、一番最初プロ入ったところだし絶対勝ちたいっていうのと、遠いですけどたくさんの応援の人来てくれるんで、その人のたち、その人のためにもしっかりゴール決めて勝ちたいなと思います。次もゴール期待してます。ありがとうございました、本当に。ありがとうございます。ちょっとだけ使わせてもらいます。川又らしいね。いやマヨネーズでドバドバ出る、ドロッと出る。感じかけんですけどね。ドバドバ出ます。はい、ちなみに新潟にもマヨネーズを持って行ってくれるそうなので、なるほど、ね、ゴールしてくれると思いますが、日本中のマヨネーズがなくなっちゃってますからね。マヨラーになるね。カロリーハーフだという、ね、とにかく3連勝です。そう、まあ、その中でもやっぱこう選手の距離感というものがやっぱりね良かったんだね、攻守においてね。距離感、例えばこれ奪った後のそのパスの距離感であったりとか、それからパスの出所を予測しながらのこのね
飛び出しと、うん、それからもう一つ相手の背後にどう関わってくるかっていう中では、やっぱ選手の距離感が良くないと奪ってからの攻撃に転じることもできないし、やはり守備から攻撃から今度守備に変わったところのやっぱこう切り替えの部分っていうのもうまくいかないんだよね、まあ、そういう中では攻守において距離感がいいからうまくいってるっていうのが一つあると思います。川端選手も言っていた、まあ、今の好調の要因はディフェンスだっていうところもその距離感がいいからっていう、そうそう、全てにおいて選手の距離感がいいんでバランスがいいんですよね今ね。4連勝、はい、ね、これ4連勝すると2006年以来11年ぶりだということです。午後7時からアウェーで新潟と対戦します。